高橋由一チャンネル。人手不足が深刻な14業種で外国人労働者の在留資格をなくす方向で話が進んでいますが、どう思われますかという質問。これね、あのね、まず政治的な手続きとしてね、はい、これ与党自民党の政策集にあんまり書いてないんだよね。はい、あのね、探すとね、なんかそれと読めなくはない記述はあったけど、そう、こんなにズバリじゃないから、はい、これはね、ちょっと手続き論としてね、まずいよね。うん、やっぱり政治的な手続き論としてまずいよね、というのが私のあれですね、直感だね。それで、あの、ほら、この技能労働者の話でしょ、だから、あの制度自体がやっぱりね、あの、ちょっと鬼っ子的だっていうのが出てきちゃったわけよね。もちろん今、入管法の中でちゃんと手続きっていうのはあるんだけど、もともとは、では外務省が作って、で、ここはもう、あの、その、いろいろと、労働力と関係ない世界って作っちゃったわけでしょ。それで技能研修っていうことだから、本当労働力の話じゃないじゃない、はい、本当労働力の話だったらちゃんとビザ与えてきちんとして制度にしなきゃいけないんだけど、まあ一応今回のちょっと前の入管法でね、形はそういうふうになってるんだけど、実際の運営ってのはやっぱり、相変わらず建前と本音がずれてて、だから海外から見るとこれも技能あの研修の話っていうのは奴隷制度だと言われたりするわけよね。だからきちんとした労働ビザを与えて普通の制度にすればいいんだけど、そういうふうになかなかなってないんだよ。そういう時にこういうのを在留資格法人をなくすとかね、それでもうなんかちょっとした抜け穴みたいなところを無制限に広げるって話したら、ちょっと全体の制度としてどうやってコントロールしていくのっていう話になった時に、ちょっとね、心もとなくなりますよね。だからこんなような話っていうのをもしやるんだったら、もうちょっとしたきちんとした制度でやって、その中で徐々にやるとか言うんだったら政策議論としてあるんだけど、そんなの全くなくて、それで公約にもほとんど乗っけないでね、まああれだよね、いきなり来たなって感じがするよね。でこれは もちろん役所レベルの話で、あんまり細かいとみんな分かんないかもしれないけどね、政治家はね、結構これ重要な話だからね。でこのことにしたら移民はどうなんですかっていう話になるじゃない。で今のところ建前としては技能研修は移民じゃありませんって言っちゃってるから、移民じゃないってことでこんなことやってるってことになるじゃない、論理的には。それはちょっとおかしいよね。全て あのことを包括的に考えて、あのどういうふうに労働力を入れるかって、そういうね、立法作業が必要だと私は思うけどね。なんかこういうふうな既存の話でって、これは移民じゃないですって言って、そこを無制限に広げるとかね、これはちょっとまずいんじゃないの、これどこがやりたがってるんですか。これは誰がやりたがってるかって言ったら、これは産業界ですよ。産業界の方が、あの労働力不足があるからっていうので、外国人にちょっと入れたがるんだよね、これいつものパターンです。だからあの普通が放っとくと、こういうのがなければ、実はその賃金が上がるだけなんだけどね。そうですよね、賃金上がった方がいいんじゃないのと私なんか思うけど、これを入れると、実はあのこういう研究を私したことあるんだけど、入れた業種はやっぱり平均的には賃金上がんなくなるんです。そうですよね。分かんなくなる。間違いなく分かんなくなる。うん、安いから、いや、あの、外国人に頼るって話だもんね。それだったら、あの、ちょっと稼いで、日本の国内の方の賃金上げた方がいいんじゃないのっていうのは普通だと思うけどね。そうどこの国でもそんなような話だから、あの、結構、労働時給と関係しながら、まあ、その、就労ビザをね、どんだけ出すかって3つ判断しますよ。それそういうになってないからね。労働環境と関係なく、とにかくも入れちゃうって話になるでしょ。これはまずいよね。それで、おまけに、なんか抜け穴的だからね。こういうのはまずいと私は思うけどね。だから、もしやりたいんだったら、きちんとした法律を作って、こういうふうに、まあ、スタートをやりますって。それで、あの、いろんな状況を見ながら段階的に考えていきますってんだったら、政策論としてはありだけどね。これあの質問で前来てたんですけど、うん、アベノミクスで賃金が上がりかけた時にこれ制度やっちゃったから、やったそうやって、結構ね、あの部分的にちょっと下がったのあったね。だからそれを今回もうちょっと広げてチャリしたら、そこではちょっときついよね。要するに企業からしてみると、賃金上げるの嫌だから外国人労働者欲しいって、そういう話だけなんだけど、その辺のところは雇用の確保っていうのとね、あの一緒に考えてね、まあとりあえず雇用確保してからだろうと、雇用確保して賃金が上がって、それでも足んなければ外国人も仕方ないなっていう議論だったら私なんかわかるけどね、賃金が上がる前にやるって話だから、それはちょっと国内の雇用者に対してね、ちょっと冷たい政策だなと思うけどね。それはあれ何なんですか、その賃金上がった分価格に転嫁するのが嫌だっていうこと。
まあ、一般的にはそうなんだけど、まあ、はっきり言えば賃金上がるのみんな嫌いなんだよ。経営者。経営者だから分かるでしょ。そうだ、嫌いなんだよ。だからさ、働きがちょっと悪くても賃金安い方がいいでしょうに。まあ、そりゃそうです。そうでしょ。そういうふうに思うんだよ。だから、そういうふうに思うのは仕方ないんだけど、そういうのを制度としてね、やっぱり、日本人のね、賃金上げる方が先だよと思うか思わないかなんだよ、これは。やっぱり譲ってね、思ってもいいかもしれないけど、選挙の時言えよだよ。選挙の時に言わないで後でやるのはまずいよ。これ後でやるとね、騙し討ちみたいになるじゃない。だからそれはだから自民党としては私はまずいと思いますよ。うん。一回ちゃんと公約書にきちんと出てるかどうかって見たんだけど、私でもにわかにすると分かんなかったもん、すぐ。それか、これか、これ、ね、この話がここが根拠だって言われたらにわかに分かんないもん。それはダメだよ。もちろんそれを否定するにはなってないけどね。でもこんな国明快に言える話をね、なんか騙し討ちしたって印象にもなるでしょ。そうです、ね、これはまずい、私はまずいと思いますけどね。だから、まあ、労働者の話っていうのは雇用政策なんだよね、はい、雇用政策だからまず一貫してやって賃金が上がるように考えるっていうのは基本なわけね、はいはいはい、それでいいじゃないと、はいはい、賃金が上がって企業が大変だったらそれはいつで転嫁するだろうと思うだけなんだよ、うん、そしたらデフレだけ来るんだろうだろうと、うん、こういうことしたら無理だろうと思うけどね、デフレにするための政策みたいな、いやもうなかなか苦しいと思うけどね、これはね、説明するのがね、とりあえず日本人の賃金は上がってピン、もうパンパンになっちゃってどうしようもなくなってまだ足んないですよって言うんだったら分かりますよっていうぐらいですよ。これでも導入したのって安倍さんの時ですか？制度の時は昔からあるんだよね。あ、ずっと技能研修のずっと昔からあってね。あ、はい、うん、だからそれをちょっとずつちょっとずつどういう形でやっていくっていう話にしてしただけなんだけど、まあ、安倍さんの時やったのは入管法かなんかのところに組み込むって、はいはい、それだけだからね、うん、だから実態は変わらないんだけどね。それは断りきれなかったみたいな。これ、答えなくてです。これ政府の方針だからね。だから、こんなに人数を広げたりね、はい、在留資格をなくすなんてことしなければ、なんてことない話。ああ、なるほど。うん。先生、安倍さんとやってるレベルでやってれば、まあ、そんな大きな問題にはならなかったと思うんだけどね。うん、今回、これ、かなり、拡大でしょ。このくらい大きな政策変更なんだったら、選挙でもうちょっときちんと言わなきゃダメでしょ。これ、通っちゃいそうな、うん。あ、これ通っちゃいそうだね。あ、取っちゃいそうだね、これはね。だから、ますます岸は何やってんのって話になりそうだよね。今のところ岸田さん、ろくなことまだしてないんですけど。全くないよね。でも、新しい資本主義も何言ってるか分かんないからね。何言ってるか分かんない間に官僚を込めてするってやっちゃうんだよな。これが新しい資本主義ってことではない。ちゃちゃうと思うんだけどな、これはいくらなんだよ。ふわふわしてるから、官僚たちが自分たちのやりたいことさーってやっちゃうっていうこと。いや、だって、待ってたら何も何か分かんないでしょ。今、官邸の中はね、経産官僚と財務官僚っていうのはね、競ってやってて、両方とも抑えが効かないから、他の省庁もみんな勝手にやってると思うよ。司令塔もよく分かんないしね。いろんな人の話をよく聞く人だから一番最後の話を聞いてそれでうんって言っちゃったかもしれないね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。